FV4101 チャリオティアはイギリスが開発した戦車駆逐車である。公式には FV4101 クロムウェル渋滞戦車砲とも呼称される。チャリーティアとはチャリオットの魚車の意。1950年代初期イギリス陸軍は王立装甲軍団の部隊に追加火力を付与するべく既存の戦車の車体に オードナンス QF20 ンド砲を装備した新設計の軽量砲塔を搭載する計画を構想した。この純新型車両は西ドイツに配備されている戦車部隊にソ連戦車に対抗できる十分な砲火力を加えるために配備される計画であった。当時のイギリス軍主力戦車であるコメット巡航戦車は対するソ連戦車に対して特段の優位性はない上、 コメットの後継たるセンチュリオン中戦車の本格生産型の配備は遅れており、有事に際して本国から増援として送ることのできる戦車は数だけは十分だが、もはや旧式で性能の不十分なクロムウェル巡航戦車しかなかったためである。改装する車両としてはクロムウェルもしくはその発展型であるチャレンジャー巡航戦車およびその派生車両である。 a 三十七ポンド自走砲が想定されたが、チャレンジャー及び a 三十七ポンド自走砲は1950年代初頭にはわずかな数が残っているだけであり、残存量数に余裕のあるクロムウェルが選定された。この決定に基づき、車体機関銃を撤去したクロムウェルの車体に二十ポンド砲を装備した新型砲塔を搭載した暫定的新型車両が開発され、 1952年に完成し FV4101 の形式番号を与えられた。当初はクロムウェルへ対戦車砲の故障が与えられた。この車両は後にチャリオティア駆逐戦車もしくは中型戦車チャリオティアと称された。総数442両がチェジャーに所在するロビンソンカー商社によってクロムウェルより改装され、そのうち189両が 国外に売却された。チャリオティアは、砲塔を新型のものに変更しているたは、クロムウェル巡航戦車と同様であるが、車体基準は撤去されて円形、もしくは八角形の装甲板によって塞がれている。車体基準主席は折りたたみ式の椅子を備えた予備の乗員席として残され、普段は各種の備品の収容場所として造具箱代わりに用いられた。 車体上部右後方には長距離走行時に長大な方針を固定するための方針固定具を装備している。エンジンはクロムウェルと同じくロールスロイスミーティアボルト型12気筒ガソリンエンジンを装備し変速装置、車輪及びサスペンションも同様のものであった。総重量はクロムウェルに比べ二トンほど増加しているが最高時速をはじめとした機動性はほぼ同じ性能値を示し、 整備性の良好さも継承されていた。チャリオティア砲塔上面この車両は装填紙ハッチが M4 中戦車の中期型以降が装備したものに変更されており、ブローニング M20 機関銃要の重火を装備しているイスラエルのラトルン戦車博物館の展示車両砲塔は六角形の大型のもので、前半部側面を鋭角的に絞った形状とし、左軽視の向上を図っている。 砲頭部の装甲は、全面 38mm、側面 25.4mm であった。主砲には、オードランス QF20 ポンド64口径 83.4mm 戦車砲を装備し、副部装として、主砲左脇にベサ 7.92mm 機関銃を装備した。主砲棒立ては、チャレンジャー巡航戦車等と同じく内装式となっている。 棒立て器部は通常は、ホロで覆われていた。蛍光弾数は、主砲弾が25発、機関銃弾が3375発であった。このほか砲塔側面全部左右には6連装もしくは3連装の発煙弾発射器を装備した。砲塔後面中央には空薬卿排出用の、ハッチを備え、ハッチの左右には、呼び離隊が装着される。 砲塔内には通常は、昇順主権社長及び、総天主権無選手の2名が登場したが、後日の問題のため社長に加えて、専任人の昇順主を登場させていることが多かった。昇順主が追加登場した場合には、昇順主は、戦闘時以外は、旧車体基準主席であった、予備乗員席に座上した。チャリオティアの開発は、順調に完了し、 クロムウェルからの改装による製造も特に問題はなく行われたが実用試験が始められると様々な問題が指摘された。20ポンド砲に合わせて設計された砲塔は非常に大型のものになり重量の増加を抑えた結果走行圧は第二次世界大戦後の走行戦闘車両としては非常に薄いものとなった。また、 社長用展望等を持たず、外部視察装置の数が少ない上に配置が不十分で、さらに手法発砲時の発射円と方向衝撃波によって巻き上げられる土ぼこりがひどく、放射席において照準機を除いている限り、周辺視界が取れないという問題が発生したため、社長は照準手だけではなく、指揮官として行動するには、 攻撃戦時には社外に出て直接視界を得て指示する必要があった。これらの他にも、装填手は戦闘時には大型で重い20ポンド砲弾を人力で装填しなければいけないことに加えて無線機の操作と手法同軸機基準の相談、不具合発生時の対応をしなければならないために過重労働を要求されること、砲塔が大型であるにもかかわらず砲塔内の配置に、 余裕がない、手砲弾の搭載弾数が25発しかない、という問題があった。総じて、機動性と攻撃力に優れるが、防御力と戦闘継続能力に劣っている、車両であり、戦時急増ならばともかく、ある程度の余裕がある状況下で戦力として配備するには、予備車両の再利用としても、費用対効果が低い、と結論されている。 密閉式の回転砲塔に主砲同時機関銃を持つため、イギリス軍の装甲車両区分では戦車に分類される条件を備えており、実際に中型戦車の故障で公式に記述されたこともあるが、車体はともかく砲塔部の装甲は全面 38mm でしかなく、敵戦車と正面から戦闘を行うには無理があった。結果、 最前線に配置するには十分な性能を満たしていないとされ、センチュリオンの生産と配備が軌道に乗ったこともあって、当初の予定とは異なり1953年より、イギリスの予備役部隊であるイギリス国防義勇軍部隊だけに配備されて使用された。国防義勇軍での使用期間も短く、1956年より配備部隊からの引き上げが行われ、 順次外国に売却されて、オーストリア、フィンランド、ヨルダンとレバノンにて装備、運用された。1960年にはイギリスにて保管されていた一両が、主砲 L7105mm 戦車砲に換装してのテストに用いられている。105mm 砲の発生させる反動に対して、車両が軽量すぎて危険である、とされた、当初の予想と異なり、結果は良好であったという。 また、レバノンに供与された内砲塔の旋回装置を修理、交換した際に手砲を得る 705mm 砲に乾燥した車両が数量製作されており、1972年には他の車両も手砲を乾燥する改修計画が構想されたが、車両自体の老朽化が激しく、改修を行ったとしても延命は困難である。との結論に達して、改修計画は放棄され、 その後もオリジナルの状態のまま装備された。チャリオテアには、機体となった、クロムウェル巡航戦車の形式により、マーク、6、7、7W、8の4種があり、さらに20ポンド法の排煙機のウムからモードラ、B の2種類の副形式がある。また、クロムウェルには、マークで分類される形式の他に、細かな仕様の差を示すタイプがあり、 チャリオティアに改装された車体では D、DW、E、E、F の5タイプが存在している。なお、イギリスの兵器に付与される MK 番号は1948年より、ローマ数字より、アラビア数字に変更されているため、公式には、チャリオティアのサブタイプには、ローマ数字は使用されていない。フィンランドのラッペーエンランタ市に展示されている、チャリオティアマーク7モードラ、 フィンランド軍のチャリオティアマーク7モデル B パロラ戦車博物館の展示車両少数の車両が現在でも世界各所の軍事博物館に展示されている。イギリスのボービントン戦車博物館、フィンランドのパロラ戦車博物館等本社を装備していた国の軍事博物館で展示されているほか、イスラエルのラトルン戦車博物館には PLO より露角された車両が展示されている。かつて、 プラモデルメーカーの士見模型と日本模型より1-44と1-35のプラスチックモデルが発売されていた。このうち士見模型の1-44モデルはイギリス戦車コマンダーの商品名で発売されていた。イギリスからヨルダンに売却された後、イスラエルに露隔された車両であるセンチュリオンマーク3以降型の手法と同じもので、 センチュリオンの生産が遅延していることもあって方の生産数に余裕があった。フィニッシュディフェンスフォーセスセールオブユーズドエクイプメント、ハット AB、オスプレーミリタリーシリーズ世界の戦車イラストレーテッド35クロムウェル巡航戦車19421950そのため、チャリオーティアにはマーク1から5は存在していない。ありがとうございます。